皆さんおはようございます。秀急行です。私は今徳島駅6時34分発徳島線 435D に乗車しています。今年春のダイヤ改正で徳島線にキハ47の運用が復活しました。私ね、この運用は掴みきれてなかったのですが、たまたま徳島駅で徳島線ホームにキハ47、しかも首都圏色、いわゆるタラコ色の機動車が停車しているのを見て、いても立ってもたまらず急遽予定を変更してただいま乗車している次第です。この後の、ね、予定の関係でこの列車の終点花吹駅までは乗車できないんですが、途中鴨島駅までの乗車となりますが、今回ここで国鉄を楽しみたいと思いますのでよろしくお願いいたします。車内はガラガラで、車両一番後部の席に座って窓を開けて風を浴びています。この席だとね、他の人にも迷惑かからないので大丈夫だと思います。この列車に乗って窓を開けて入ってくる風を浴びる、特に気動車ですとディーゼルの匂いまで漂い、何とも国鉄の頃を感じます。国鉄時代の気動車の普通列車は大半が非冷房、このキハ47系列も今は冷房化されていますが、当時は電車非冷房でした。今まさに窓を開けて国鉄を楽しんでいます。列車は高徳線との並走区間を通り佐古駅に到着します。非電化高架線で単線の路線が分岐する佐古駅、周りは完全に徳島の市街地圏に入っていて、周りは建物ばかりです。この駅は単なる島式ホームの駅と思いきや、高徳線と徳島線がそれぞれ1線ずつ使用しています。列車によっては高徳線の列車でもこのホームを使うことがあり、非常に興味深い駅となっています。ダイナミックな爆音を残し佐古駅を出発しました。右に高徳線が分かれ、我が 435D 列車は西に進路を取ります。ただいま乗車しているキハ47型機動車は便宜上キハ40系列の機動車グループに分類されます。バリエーションは多種で、両運転台のキハ40型、片運転台のキハ48型、都市近郊向けに扉を中央に寄せて両開き扉を採用したキハ47型があります。さらに国間地、間地、団地用の仕様があって万代区分で分類されています。国鉄分割民営化で各 JR へ継承されたキハ40系列は、各社の実情に合わせて冷房化やリニューアル、塗装変更が行われました。JR 四国にはキハ40とキハ47が継承されました。これらの機動車には JR 四国色への塗装変更や冷房化改造、キハ40のトイレ撤去、キハ47のトイレへの汚物処理装置搭載など改造はされましたが、伊予灘物語へ改造されたキハ47以外は大きな改造はされておらず、さらにキハ47のうち2両は首都圏色へ変更され、往年の国鉄時代の雰囲気を今に残してくれています。この2両が現在乗車している車両なのです。列車は蔵元駅に到着しました。蔵元駅を出発します。
いいですね。微妙に閉まるスピードがずれている両開き扉、何とも言えません。こうやって車内を見ていると、国鉄時代の雰囲気はまだまだ残っているような気がします。青系から赤系に変わったシートのモケットと冷房の吹き出し口が目立った変化点として挙げられますが、まだまだね、あの時代を感じさせるものがあります。石井駅では徳島駅を13分後に出た特別急行鶴木山1号に道を譲ります。両者とも国鉄生まれの機動車、キハ180号は大先輩のキハ47に挨拶をしながら淡池田へ向かいます。このシートについている手すりなんですが、ざっくり2タイプあって、まあ、記憶している中ではね、キハ58、28系列までの機動車がシート背もたれの上部に半円形の手すりがついていて、その後のね、キハ65やこのキハ40系列の機動車からこの角型になったように記憶しております。なのでね、この手すりを見ると逆に新しく感じてしまいます。この後ね、トイレの紹介をしたいと思うんですが、まあ、トイレの中の映像が映りますので、気になる方はですね、飛ばしてください。約30秒ほど映像が入ります。トイレもほぼ国鉄時代の雰囲気を残しています。ペーパーホルダーが変わっているぐらいですかね。前の壁に表記している名番も国鉄フォントで書かれています。この車両には汚物処理装置が搭載されていますので、匂いの方はあの時代よりはマシになっております。いかがですか。このように折戸の上から外を眺めた経験ある方多いのでは。扉を開けるとこれまた国鉄を感じさせる固定クルスシートが出迎えてくれます。鴨島駅に到着しました。 435D 列車はこの先穴吹駅まで参りますが、私はこの駅までの乗車となります。徳島線で国鉄を楽しむ、徳島駅から55分の短い旅でしたが、懐かしい気持ちにさせてくれた旅でした。それでは今回の動画この辺で終了とさせていただきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。画面中央の丸い枠をタップすることでチャンネル登録できます。チャンネル登録することで他の井出急行の動画を見られ、新しい動画アップ時にお知らせすることもできますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。